第95回選抜出場校予想一発。95回、記念大会でございます。1月27日金曜日に出場校が決定する。そして3月10日に抽選、3月18日に開幕。そしてですね、今回は、記念大会ということで、東北、関東、これ東京を除きますね、東海、四国っていうのがプラス1、そして21世紀枠等も含めて36個ね、出場するという大会でございます。北海道、これ1枠です。これもシンプルでいいのよ。ああ、同大会。まあまあ、こういうことよ。クラークね。クラーク分かった。まあ優勝ですよ。ああ、強いね。2位が北海道。ああ、クラークね。力つけてるね。東北。こちらが通常であれば2校なんですが、プラス1で3校と。あ、これ逆に難しくしてんじゃないの？そうな。まあでもね、成績見たらね、バツ決まります、これは。優勝が仙台育英。これは決まりでしょうね。2位が東北と。ああ、東北久しぶりですね。これ宮城タッグですよ。これ久しぶり。これはいいよ。東北は今坊主とかも配信したりね、音楽とかもバンバン流したり。ああ、なるほどね。これ楽しみよ。これ結果出してほしいわ。確かにね。そこまでは決定ですかね、じゃあ。そう、ここまでは決定で、じゃあ3校目がベスト4残ったどっちかだよねと。聖光学院と能代松陽か、秋田か福島か。聖光もね、この間夏ね、盛り上げてね。ああ、もちろん楽しみなんですが、優勝した仙台育英に1対2で敗れた能代松陽っていうのが、まあいきそうかなと。秋田1位でね、文句なしよ。県大会も1位っていう、ね、あ、文句なしだね、という3校かなと思います。で、関東東京はね、ちょっとごめんなさい、これ最後、おお、激アツ、激戦。これちょっとね、門前一人じゃ決めきれないぞと。あら、難しい。ちょっと飛びましてね、東海行こうかな。東海は3校になりましたね、プラス1でね。優勝東邦高校。ああ、東邦高校は強いって、高校球児の名電菰田さんに聞いてますよ。愛工大名電出身のね。2位が常葉菊川で、もう1個どうなのよ。ベスト4残ったのは大垣日大、加藤学園。大垣日大は岐阜2位、加藤学園は静岡の3位で突破してきてますね。ああ、なるほど。大垣日大準決勝で東邦に4対7で敗れましたね。加藤学園は常葉菊川に0対2で敗れましたね。ちょっと違う負け方してんだよ。いや、難しいな。難しい。で、大垣日大初戦、愛工大名電に1対0で勝ちました。加藤学園初戦、志学館に6対5で勝ちました。1点差なのよ。そして2試合目、大垣日大三重高校に4対2で勝ちました。あ、名門よ、名門。加藤学園中京高校に9対2で勝ちました。おお、これね、どっちも出せんかと。そうね。ちょっと問題なりに、これが60通りからシミュレーションしまして、聖霊クリストファーが、いやいや、それはない、出るというふうに、去年ごめんだけどと、見せかけて、地域差ですね、これで大垣日大、加藤学園はね、静岡なんでね、常葉菊川が静岡でかぶってますんでね、そうですね、そうすると岐阜が、東海地区らしいね。大垣日大は持ってます。持ってますね。持ってます。記念大会でプラスワンになって、そこに入ってくるってすごいですよ。持ってますね。持ってます、大垣日大。これは持ってる。近畿行きましょうか。去年はちょっといろいろね、難しかったですけど、今年はすんなりいったかなと。6校なんですが、それに神宮枠ですね、大阪桐蔭が取ってきましたんで、7校になります。大阪桐蔭1位、2位報徳学園。ベスト4が智弁和歌山と龍谷大平安。この4つはもう文句なしくね。じゃあベスト8落ちるのは1個、履正社、彦根総合、高田商業、社というふうになってるのよ。差をつけていきましょう。履正社大阪2位、報徳に6対9で敗れました。そして彦根総合、滋賀1位、大阪桐蔭に4対9で敗れました。滋賀1位なのね。滋賀1位なの。高田商業奈良2位、龍谷大平安に0対5で敗れました。そして社、兵庫3位、智弁和歌山に0対7でコールド負けしました。じゃあ、海田さん、この4校でちょっと印象あんまりよろしくなかったかなっていうのは、社高校はね、になりますね。という7校かな。なるほど。そして中四国行きましょう。中国地方2校、四国3校を比較して1校と。比較がもう嫌なの。6校になりますね。そして中国地方、広陵1位、これ文句なしこちゃんよ。そして光高校、山口3位、これは準優勝。あ、じゃあそこまで決定かな。決定だね。一応ベスト4は山口1位の高川学園、はい、鳥取1位の鳥取城北となります。これは比較枠入ってきます。そういうことだね。はい。四国3校、はい、1位英明高校、お香川1位、そして準優勝、香川2位、高松商業。浅野君がなんか何試合か出てた。いやダメですそれ。あもう出てない。無効です無効です。そしたらスラムダンクの三井みたいな感じで。ダメです。残れない仕組みだっけ。ダメだよそんなことしちゃ。ベスト4、はい。これどっちかが選ばれるわけなんだけども、はい、鳴門高校徳島1位、高知高校高知2位と。じゃあ四国大会どうだったの。はい。鳴門はね初戦シードでした。はい。シードって嬉しいようでこうなってくると1試合でも多くやっときたかった。まあね、まあでも鳴門1位っていうことでね。鳴門は徳島1位。徳島1位ってことね。済美高校に11対4でコールド勝ち。うん。高松商業に1対4で敗北。うんうんなるほど。高知高校初戦尽誠学園7対2で勝ち。うん。2回戦今治西に10対4で勝ち。うん。そして英明高校に2対4で負けと。うん。これはどっちもね徳島と高知でね違う県ですし。非常に難しいんですが、はい、門田的には高知高校かなと。なるほど。これなるともう一試合やっときたかったんじゃないかな。で比較枠なんですけども、はい、今回ね四国がね記念大会でプラスワンされてまして3校になってます、うん、まあそうなると中国地方の方が有利なのかなというふうになりまして、高川学園と鳥取城北なんですが、うん、高川学園準決勝1対2で敗れました、うん、鳥取城北準決勝広陵に6対8でいい試合したんですよね。ああ優勝校に、はい、そういうのもありますし、はい、高川学園はね山口でかぶるんですよ。山口が2校になっちゃうんで、うん、まあこれ文句なしで鳥取城北と鳥取城北っぽいですね、なりますね、うん、はい。そして九州、はい、これ4校なんですけども、うん、もうこれもベスト4で決まりかな。ああもう非常に分かりやすく、それこそこれをねベスト8入れたりしたらね、ああそれ大変だね。もう1位沖縄尚学、2位長崎日大、ベスト4が海星高校と大分商業と。うん、長崎は2校だね、うん、関東東京行く前にね、はい、21世紀枠、はい、これ非常に難しかったんですが東海地区の木之本高校三重、三重県4強県立高校、北信越氷見高校富山、うん、富山1位県立高校、うん、九州高鍋高校宮崎、宮崎準優勝県立と、うん、これどこも出てない県なんで、ああもうじゃあ文句なしかなと、まあ、太鼓場としては四国の城東高校徳島、うんうん、徳島県で4強だったっていうのがあるんですけども、まあ四国はね3校あるっていうのもあってね、あその3校はでも今年の方が強いね。そうだね、富山優勝してるからね、特に氷見高校なんでね、うん、甲子園1勝っていうのも見れるかもしれないね。うん、これ最後ねちょっとこれは大もめの関東、はい、東京行きましょうか、はい、関東は5校、はい、山梨学院が優勝、うん、仙台松戸千葉準優勝、うん、県大高崎と慶応がベスト4と、うん、この4校は決まりました。そうね、じゃあ8強からもう1個選ばれるぞと、はい、作新学院、横浜昌平、山村学園で準々決勝の敗れ方でいうと作新がね専大松戸に3対4、横浜が県大高崎に2対5、昌平高校が慶応に3対7、山村学園が山梨学院に1対9となりまして、一番競ったのは作新かなということで作新。東京これ1校なんですけど文句なしで優勝した東海大菅生かなと。ちょっと分かんないね。一応推薦は取り消しはないいみたい。なさそうですか。なさそう、うん、で最後ねこう比較枠、はい、関東の学校と東京、これなんだよもうね、二小学者と関東の さっきの残り3校で競うって感じだった。そうだね基本的には、うん、なんだけども、うん、正直山村学園は山梨学院に1対9っていうちょっとこの大敗が響いてちょっと難しいかなと。ああまあね、うん、そうすると二小学者横浜昌平高校の3校がこの比較枠に入ったんだけども、二小学者もね強いし帝京にね準決勝で8対3で勝ったりしてるのよ、うん、うん、ただ決勝で2対8で敗れてるから東海大菅生にうんというのは思ったね。横浜が神奈川1位、関東大会は浦学に2対0で勝って県大高崎に敗れると。昌平高校はシードで、うん、シードからの慶応に3対7で敗れると。なるほど。昌平は埼玉2位かな。埼玉1位だね。あ、埼玉1位か。埼玉1位なんだよ。でちょっとこの横浜か昌平かなと最後の比較枠は、うん、というのでいろいろ考えてみたんですけども、横浜高校かなと門田なりには思いました、うん、という理由はですね、まず1つ目、うん、関東大会の印象でいうと横浜の方がいいかなと、うん、県大会神奈川県大会と、うん、埼玉県大会の結果見るとこれ同点ですよね。1-1できてますから、うん、裏事情で見ると昌平高校なんだよね。埼玉だけ出てないから。ああそうか、政治ですね、埼玉県高野連合とか政治政治がで、この県大会の勝ち方をちょっと拾ってみると、3失点以上した試合が横浜高校は6試合神奈川県予選であって、うん、半分3失点以上してる、うん、昌平高校6試合やって、埼玉県大会で6試合やって3失点以上が3試合あった、うん、これ一緒だよね、うん、総失点数は15失点横浜、昌平高校16失点と、うん、これも競ってるんですが、1失点以下の試合が横浜高校は6分の3、うん、昌平高校は1失点以下の試合が6分の1ということで、なんか横浜の投手力いい時はアピールしてたんで、まあね、尾形君もいるしな、持ってる男。そうなのよ、まあ、この県予選の結果でギリギリ横浜なんかなね。関東は難しいね。でも横浜だと僕も思いますね。ねえ、うん、で寄せれた北信越は2校ですね。これ優勝した北陸と準優勝の敦賀気比です、はい、というね、この36校、はい、駆け足でしたが、うん、これはもうこうなるんですよ。はい、今年は電話ないらしいから発表ね、同時発表、それで知ってよと。この問題になるの36校異論等受け付けまくりますので、うん、ぜひコメント皆様の予想も教えてください、はい、また明日お会いしましょう。ありがとうございました。電話ないってことはこれもできんということだ。校長どうしました、うん、あえいかんはフェドロに輝く。語呂悪っ。チャンネル登録お願いします。